おはようございます。よくいらっしゃいました。今日も主が人を作り変えられるというこのチェンジのお話をしていきたいと思いますが、今日は聖書の中に出てくるこの人を作り変えるという話の中でも、最もスパルタなやり方、荒治療という、うちの家族が時々昔お世話になっていた耳鼻科の先生が山下先生という先生です。行くと喉であろうと鼻であろうと、ぐりぐりとなんかいろいろ塗りたくって、痛くて痛くて、しょうがないので、うちの家族ではいつもあの先生は荒治療だと言っておりましたが、全然関係ない話ですけども、神様の、荒治療、ものすごいこの、荒唐無稽な話と言われても仕方がないような、ヨナの話なんですけどね、皆さんよくご存知だと思いますけれども、神様はいかにヨナを作り変えられていったのかということを振り返っていきたいと思うんです。で、簡単にこの預言者ヨナの時代、どういう時代だったかということを話したいと思いますけれども、ヨナ書というのは短いわずか4章ほどの預言書で、ありますが、そのヨナのことが列王記の下の14章の25節にちらっと出てくるんですね。で、ガトヘフェル出身のそのしもべ預言者アミタイの子ヨナという人の名前がここで出てきますので、でまたヨナ書にもアミタイの子ヨナに主の言葉が臨んだと書いてあるので、おそらくこの人であろうと思われます。また話の背景などを考えてもこの時代の人であったんじゃないかと思うんですけれども、この列王記の下の14章というのは北イスラエル王国をヤロブアム2世という王様が治めておりまして、このヤロブアム2世もそれまでの王と同様に主に背いた、いわゆる悪王というかね、悪い王様だったんですけども、そんな時代に、ヨナは活動しておりました預言者でした。で、その時代、北イスラエル王国にとっての最大の脅威はアッシリア帝国でありました。これは紀元6世紀か7世紀ぐらいの、そのアッシリア帝国が最も、その領土を拡大していた頃の地図なんですね。東はメソポタミア、今の、イラン、イラクあたりまで、西はエジプト、さらにこうトルコのあたりまでですね。当然このイスラエルもすっぽりとこのアッシリア帝国の領地に含まれると、こうなりましたのは722年にこのアッシリアが攻めてきてですね、そして北イスラエルを滅ぼしたわけです。で、その時に北イスラエルの人たちはみんなアッシリアにこう連れて行かれる、いわゆる捕囚に連れて行かれるということになって、行ったわけですけれども、でヨナの時代というのはその滅ぼされる直前ですね、大体半世紀ぐらい前、でしただと思われますけれども、この北イスラエルにとって最大の脅威であったアッシリアの首都ニネベに行きなさいと神様はヨナに命じられるわけです。これがヨナ書の頭のところですね。主の言葉がアミタイの子ヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ。彼らの悪は私の前に届いていると。彼らの悪は私の前に届いていると書いてあるんですが、アッシリアという国は、非常に残虐な国で、もう行くところ行くところとにかく殺す、奪う、連れていくみたいなですね、本当にこう残虐非道なことをした国だと言われています。その都のニネベですからまともなはずはないんですね。もう悪がはびこっているっていうか、そのもう
まあ、どんなひどいことが行われていたかということには書いてないんですけれど もう神様の目から見て もうそれこそ目を覆いたくなるような惨状だったんだろうと思うんですね。 でもそれはイスラエルにとってはですね、全く関係ない国の話ですよ。さらに言えばイスラエルをにとって最大の脅威である国ですから、それなのに神様はそのアッシリアの首都ニネベに行って、これに呼びかけなさいと。呼びかけると言ってもみんな元気かっていうわけじゃなくて、悪が届いてるっていうことは、要するに悪をやめて、まあ、悔い改めて、神様の前に全部分かっているから、正しい歩みをしなさいと言ってこいって言われるわけですね。これはまあ、聖書の中に預言者たくさん出てきますけれども、その預言者に与えられた命令の中でも最もむちゃくちゃな命令です。こんな命令他の預言者受けてません。大体みんなその自分の国の王様にとか民にとかですね、呼びかけなさいと、悔い改めを、それが預言者の仕事ですよ。こんなことしてたら滅びるよって言って、ほとんどの預言者はそう言って、ところがヨナだけですよ、アッシリアに行けっていう。まあヨナも驚いたというか、耳を疑ったというか、ヨナならずともですね、この神様の命令には、そう簡単に従えるものではなかったと思うんですね。ヨナはこのアッシリアのニネベっていうのはイスラエルからすると、まあ、こっちですから東の方なんですけども、その反対側のタルシシュっていうのはおそらくスペインの方だろうと言われてますから、反対の西側の方に、逃げようとするわけです。船に乗ってですね、でなぜ彼がタルシシュに行こうとしたかっていうと、ニネベが怖かったわけじゃないんです。ニネベ行ったら殺されるんじゃないかとか、そんな恐ろしい国に行きたくないって言ったわけじゃないんですね。まあ、後から出てきますけれども、彼は万が一そのニネベに行ってニネベの人が悔い改めたら、ニネベが滅びなくなっちゃうから、このまま自分が行かなかったら神の裁きが下って、ニネベが、そしてアッシリアが崩壊するかもしれないからというので、もうこのまま放っとこうと思って逃げたんです。ところが神様はヨナの乗っている船に対してですね、激しい嵐を送られます。でもヨナはもう船が木の葉のように揺れるその船底で寝込んでおりました。病気で寝込んでたわけじゃないです。酔ったわけでもない。よし、閉めたと。これで船が沈んでくれれば、もう私の役目は終わりだというようなことでしょうかね。ところが船員たちはほっときません。一緒に滅びたくない、まあ、その沈みたくありませんし、でみんなを集めてですね、くじ引きをしたっていうんですね。よくそんな荒れる船の中でくじ引きしたなと思うんですけども、でくじを引いたところがヨナに当たると。旧約聖書結構くじの話多いですね。で、ヨナに当たったところがヨナが、で人々がですね、お前のせいでこんな嵐が起こってるのかって言うと、ヨナははいはいその通りでございますと。人々はこう言ったというんです。さあ話してくれ、この災難が我々に降りかかったのは誰のせいか、あなたは何の仕事で行くのか、どこから来たのか、国はどこで、どの民族の出身なのか。ヨナは言った、私はヘブライ人だ、海と陸とを創造された天の神主を恐れるものだ。大胆なこと言ってますね。私は海と陸を創造された天の神を信じている、その神を私が怒らせたからこんなことになってるんだって言った。まあ、大層な地震っちゃ大層な地震なんですけども、でもヨナは分かってるわけですよ、なんでこんなことになったのか。それで、でもそれでもね、船の人はみんな結構いい人で、すぐにヨナを海に投げないんですよ。聖書を読むと、なんとかこの陸に戻そうとするんだけどもダメなので、しょうがなくヨナを手足を捕らえてって書いてますが、おそらく手足を縛ってということじゃないかと思うんですが、海に放り投げるんですね。でそれがこんな感じ、うん、これなかなかよく描けてますよ、この絵はね。
インターネットで見つけたんですけどね。ちょっとゾッとしますね、これ見るとね。ヨナを食ったのは、まあ、クジラじゃないかって言われてますね。まあ、クジラの中に、クジラのどっかその空気が通るところにヨナが挟まって、それで生き延びたんじゃないかとかって言われてますけども、まあ、詳しいことは分かりません。私に聞かないでください。でヨナは海に投げ込まれるんですけど、ヨナは投げ込まれてもですね、もうしょうがないと思ってたんです。むしろアッシリアを助けるぐらいなら死んだ方がマシだと思ってたんです。彼はそれだけこう母国のことを愛してますしね。あんなアッシリアを助けるぐらいなら死んだ方がマシだと。それこそヨナが予言しに行ってですよ、ニネベの人が悔い改めて帰ってきて、なんてみんなに言います？ニネベに行ってきて予言したらみんな悔い改めたんだ。お前なんでそんなことしたんだと。ほっときゃ滅んだじゃないかと。お前はこの国を裏切ったのかって言われますよ。私だって行きたくないです、そんなこと。死んだ方がマシですよ。でヨナは海に投げ込まれて、で魚に食われちゃうんですね。ここから神様のね、その荒治療が始まるわけですよ。でも考えてみてください。ニネベに行ってこのままじゃ滅びるよっていうことを予言するだけだったら、別にヨナが嫌だって言うんだら他にいくらでもおるじゃないですか、山ほど。おそうか、お前嫌ならちゃんと隣のやつにするわってやりゃいいものを神様はですねしないんですよ、そういうこと。時々我々も思うんですよ、神様私のことはもうほっといてくださいと、そんなことないですか。もういいですと、もう他の人に、構ってください、もう私のこと構わんでくださいって。神様ね、諦めが悪いんですよ、この神様。でヨナはもうドボーンと海に投げ込まれて、うわーこれで死ねると思ったら、なんだか分かんない、ガーッとこんななってですね、身動き取れなくなっちゃったんです。変な匂いするな、臭いな、動けないなと思うと、うわーっとこう動き出してですね、なんとか呼吸はできて、でその何かに食われたんだろうなと思いながら、真っ暗な闇の中を、当然魚ですから海の中がこのね、潜ったり浮かんだり潜ったり浮かんだりしてこんなになっていくわけじゃないですか。もう相当な船酔いですよね。もう辛かったと思いますよ。であれほど死にたかい、死にたいとか、死んでもいいと思っていたあのヨナがですね、この腹の中で悔い改めるんですよ。これこそ荒治療。神様は何とかしてヨナをニネベに行かせたかったんです。まさに神の器として彼をここで鍛え直して、練り直して、神の技に用いたかったんです。まさにこれ今年のテーマですよね。神は私たちを練り鍛えて形作って、神の栄光の技に用いてくださるんだ。魚の腹の中ですよ。ヨナこう言ってますね。私はあなたは私を深い海に投げ込まれた。潮の流れが私を巻き込み、波また波が私の上を越えていく。2章4節。大水が私を襲って喉に達する。深淵に飲み込まれ、水草が頭に絡みつく。なかなかリアルですねこの辺ね。もう多分この魚が水を飲み込むたびにダーッと水がやってきて、時々深いところまで行くもんですから、もうその熱いやつにガーッと苦しめられて、そうかと思うとなんか変なものがどん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 やってきてですね、さすがのヨナもここで苦しんで、神様助けてくださいって言うんですよ。これぐらいやらないとヨナは悔い改めないって神様知ってたんですね。後にも先にも彼だけですから大丈夫ですから、皆さん大田川に落っこちて魚に食われるって多分ないですから、それぐらいやらないとヨナは悔い改めなかった。でもここでヨナが気づいたことは何かというとですね、
2章の5節にこう言ってんですね。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと、生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。これはどういうことかというと、ヨナはニネベに行ってニネベを救うのが助けるのが嫌だったんですね。ただただそのことに反抗して逃げた、それ死んでもいいと思った。でも彼のやったことは主なる神に背いている。つまりそれは彼自身が神様から切り離されてしまう、神に見捨てられてしまうことなんだということに初めて気がつくんですよ。そんな当たり前のことに彼は気がつかないんです。つまり彼はタルシシに逃げようと海に放り込まれようと神様から見捨てられることはないだろうと思ってたんです。でもそうじゃないということにこの三日三晩の苦しみの中で気がついて、悔い改めて母国を助けることだけを彼は考えてたんですけども、自分自身が主に見捨てられることがあったら大変だと、そのことに気がついて悔い改めるんですね。まあこれは大変なチェンジプログラムですね。で神様はヨナの悔い改めの祈りをお聞きになって、魚に命じてヨナを陸地に吐き立たせるわけです。で吐き出させたところがニネベだったわけじゃないですからね。なんか時々そんな話を聞きますけど、そうじゃありませんか。ニネベってさっき言いましたけど陸のど真ん中ですから、あそこまでどう頑張って魚行きませんからね。だからニネベの人がヨナの話を聞いたのはヨナが魚の中から出てきたからだとか、そんな話を聞いたことあります。そうではありません。もう一回ヨッパかどっかそのイスラエルの浜辺に打ち上げられて、で神様はもう一回このヨナにこうおっしゃるんです。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行って私がお前に語る言葉を告げよう。仕切り直しですよ。で神様はヨナを器として用いたかったわけですね。だからもう一回チャンスを与えてくださったんです。それでヨナは主の命令通り直ちにニネベに行った。今度は反抗することなく直ちにニネベに向かって行きました。そうですね、歩いて1ヶ月2ヶ月ぐらいかかる距離じゃないでしょうか。それでもヨナはニネベまで行きまして、そこで、ニネベの人々に対して訴えたんですね。あと40日すればニネベの都は滅びるって。あと40日すればニネベの都は滅びる。突然どこの誰だかわからないおじさんがやってきてですよ、街の中歩きながら、あと40日すればこの街は滅びるって言って聞きますか普通。私が横川駅の前でね、あと40日すればこの広島は滅びるって言ったらですね、間違いなく警察か救急車かどっちか来るでしょうね。ところがね、不思議なことがありますね。ニネベの人々はこの、まあ、5節から読むと、するとニネベの人々は神を信じ、悪の都ニネベですよ、アッシリアの首都ニネベ、神を信じ断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者も身に荒布をまとった。このことがニネベの王に伝えられると、王は王座から立ち上がって王衣を脱ぎ捨て荒布をまとって灰の上に座し、王と大臣たちの名によって布告を出し、ニネベに断食を命じた。人も家畜も牛羊に至るまで何一つ食物を口にしてはならない。食べることも水を飲むことも禁ずる。人も家畜も荒布をまとい、ひたすら神に祈願せよ。おのおの悪の道を離れ、その手から不法を捨てよ。そうすれば神が思い直されて激しい怒りを鎮め、我々は滅びを免れるかもしれない。なんということでしょう。本当にびっくりですね。ニネベの人は王様から下々に至るまで悔い改めちゃったんです。ヨナが言って言っただけで。めでたしめでたし。でここでちゃんちゃんっていうか、よかったねって。
ネーベ悔い改めてよかったなって。でここで終わらないですね、話がね。神は彼らの技、彼らが悪の道を離れたことをご覧になり、思い直され、宣告された災いを下すのをやめられた。ニネベの人たちが悔い改めた。神様をご覧になってですね、これを見て、ああそうか、じゃあもう許してやろう、許された。で4章に入りますと、ヨナにとってこのことは大いに不満であった。これを見て、ヨナにとってこのことは大いに不満であり、彼は怒った。この人気性の激しい人ですね、ヨナ。神様が悔い改められた、悔い改めたニネベの人たちを見て、滅びるのをやめられたというに気づいてですね、大いに怒った。彼は主に訴えた。ああ主よ、私がまだ国にいた時、言った通りではありませんか。だから私は先にタルシシに向かって逃げたのです。ここに書いてあるんですよ、なぜ彼がタルシシに逃げたのか。こうなるのは分かってた。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。ヨナは主なる神のことをよく知っていたので、ニネベの人が万に一つも悔い改めれば、主はその滅びをやめさせられる、裁きをやめさせられるということを知ってたんです。だから来たくなかったんです、神様。だから私はタルシシに逃げたんです。それなのにあなたは海に投げられた私を魚に食わして、生き延びさせて、ここに連れてこさせて、予言をしたら悔い改めちゃったから、言った通りじゃないですか。腹立てて、さらにこう言ってます。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死んだ方がましです。さあ殺せってやつね。この間エリアもそうでしたけどね。だいたいね、すぐ死ぬとか殺せとかって言ってる人はね、当てにしない方がいいですよ、ね、もう私は死にますとか、ね、死んだ方がましですとかって言ってる人はね、だいたいすぐに心変わりしますから。嫌なものです。生きてる方が、生きてる死んだ方がましですって神様に叫んで、殺せ殺せって。主は言われた。お前は怒るが、それは正しいことか。さあこの4節の言葉がですね、ヨナ書のキーワードなんです。お前は怒るが、それは正しいことか。私がニネベの町を滅ぼさないようにしたことで、あなたは怒ってるけれども、その怒りは本当に正しい怒りなのか。神様これだけ言われるんですよ、ヨナ。ヨナを責められないんです。何をバカなこと言ってんだと。私が滅ぼそうと滅ぼさないと、私の自由じゃないかと。お前に何と言われようと、というようなことをおっしゃるのに、お前は怒ってるけども、それは正しいことなのか。そこでヨナは都を出て東の方に座り込んだと。そしてそこに小屋を建て、日差しを避けてその中に座り、都に何が起こるのかを見届けようとした。もう死んだ方がマシですと言ったんですけども、それでももしかしたらニネベの人がですね、悔い改めたふりをしているだけで、すぐにまた悪いことをし始めるんじゃないかとか、神様はヨナがの言ったことを聞いてくださって、やっぱりもうしょうがない、じゃあニネベを滅ぼそうってされるのかもしれないと思ってですね、ニネベの町外れに行って、そこで、まあ、小屋を建ててって、なんか立派な小屋を建てたような感じですけども、何かその日陰になるようなものを作って、そこでじっと町の様子を見てたんですね。でここから2回目のチェンジプログラムが始まるんです。1回目は魚の中でしたけど、今度はですね、植物です。1回目は、魚類、2回目は植物。面白いですね。すると主なる神は彼の苦痛を救うため、トウゴマの木に命じて芽を出させられた。トウゴマの木は伸びて、ヨナよりも丈が高くなり、頭の上に影を作ったので、ヨナの不満は消え、このトウゴマの木を大いに喜んだ。ニネベなんてのは暑いとこですから、砂漠のど真ん中ですからね、少々の
日陰ぐらいじゃ足りなかったんでしょうね。そこへこの唐ごまの木っていう、まあ私も現物は見たことないんですけども、日本にもあるらしいですけど、ツル科の植物で、この実から油を取る。でかつてその戦争中に戦闘機のエンジンの油にこれ使ったそうですね。ヒマシ油という、僕も昔模型飛行機作ってたことあるんですけど、その模型飛行機のエンジンのオイルに使ってましたね。あ、ここで結びついたのかなって感じですけど、どうでもいいことですが、まあ、結構この急速に伸びるツル科の植物だようですけれども、まあ、それにしても神様がこの木を生やさせて、でこう涼しくなったんですね。結構なこの葉っぱが出て、でヨナはヨナの不満が消えたって。簡単な人ですねこの人ね。殺せ殺せって言ってたかと思ったらね、涼しくなったらね、あ、まあいいかなみたいな感じになって、ね、うん、大いに喜んだって書いてある。ああ、いいな、この木は涼しくて、ね、神様ありがとうございます、ハレルヤみたいな、ね、感謝しちゃって、ね、ありがとうございますみたいな、うん、ところがその翌日ですよ、神様はこの、まあ、虫に命じたと書いてありますが、トウゴマの木を枯らすんですね。そして枯らしただけではなくて、今度は焼けつくような東風に吹きつけるように命じられたと。太陽もヨナの頭上に照りつけた。トウゴマの木が枯れてしまったら、今度はですね、こう太陽がガンガン照りつけて、熱い熱風がこう砂漠を当てる熱風がヨナに吹きつけてですね、ヨナはぐったりとなり死ぬことを願っていた。また死ぬ死ぬですよこの人は、ね、生きているよりも死ぬ方がマシです。忙しい人ですねこんな感じ、うん、想像図ですけどもちろん、ちょっと不満そうな顔してるでしょ、うん、こんな絵がたくさんインターネットに出て助かります、私も、うん、殺してくれ殺してくれと言ったり、ありがとうと言ったりね、忙しい人ですねこの人。そういう人いませんか、大丈夫ですか皆さん、でその時も神様は、お前はトウゴマの木のことで怒るが、それは正しいことかって聞かれる。正しいことかって聞かれる。ヨナはもちろんです、怒りのあまり死にたいくらいです、ね、たかだか木一本のことで生きるだの死ぬだの言ってるけれども、お前の言ってることは正しいことか。で最後に神様がこうおっしゃったんですね。すると主はこう言われた。お前は自分で労することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたこのトウゴマの木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。これで終わるんです。これでおしまい。最後にまあ種明かしというかね、お前はこのトウゴマのことでトウゴマを惜しんでいる。一夜にして早い一夜に枯れて一日のうちに枯れてしまったその統合も惜しんでるけど、私は神様ですね、私はこのニネベの町の12万人の民や家畜のことを惜しいと思ってるんだと、彼らのことを大切だと思っているんだよって言われて終わるんです。でもこの話はですね、皆さん、イスラエルの人たちにとって、あるいは旧約聖書をここまで読んできた人間にとってはですね、耳を疑うような話なんです。なぜだか分かります？旧約聖書っていうのはイスラエル人中心の話ですよ、ね、アブラハムを選び、イサク、ヤコブでしょ。エジプトに行って奇跡をなさって、イスラエル人を助けて、パレスチナの民をみんな追い出して、そこに住ませて、もう神様はイスラエル人を選んで、イスラエル人を大切にして、イスラエル人を守っておられる神様で、周りの国々のことなんかどうでもいいと思っておられるかのようなんです。でもそうじゃないんですね。でもそうじゃないんです。で確かに旧約聖書をよくよく読んでいくと、神様はもちろんイスラエルの民を特別に選んで、律法を与えて
彼らに何が正しいか何が間違っているかということを教えておられますけれども、周囲の国々をないがしろにされているわけではないんですね。でもそのイスラエルの預言者として選ばれたヨナにしてみればですよ、自分の国を愛するのは当然のことですよ。愛国心があるのは当たり前のことですよ。だからいきなりここでいやいや私はイスラエルだけじゃなくてイスラエルの 敵であるアッシリアも大切なんだよ、そのニネベの人たちも私は大切に思ってるんだよって神様おっしゃって、まあ、旧約聖書のなんていうか全体の教えからするとですね、もうこのヨナ書のメッセージっていうのはもうあまりにもこう超越してるっていう感じです。びっくりですね。もちろんこれは新約聖書の私たちからしてみれば当然のことなんです。例えばテモテ書のここに挙げてますけれども、神は全ての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられますと。福音はユダヤ人から始まったけれども異邦人に伝えられ、そして今では世界中の人に伝えられて、神様は全ての人が救われることを願ってらっしゃるというのは今私たちには分かることです。でもこのヨナの時代 にはとても理解できなかったと思うんですね。だからヨナがタルシシに逃げたことや、あるいはニネベが滅ぼされなくて腹を立てたことは、まあ、当然というかヨナのように考えるのはごくごく普通だろうと思うんです。でも神様はお前はそれで怒ってるけどもそれは正しいことなのかって聞かれるんですね。神様はこのヨナ一人がヨナが持っているこの考え方をですね変えようとなさってるわけです。でも皆さん考えてみてください。たった一人の預言者ヨナの考え方を変えるためにですよ、嵐を起こし魚を備え唐ごまを生えさせからし、さらには熱風を吹かせてるんですよ。ものすごい、まあ、めんどくさいことやってるんです。たった一人の預言者の考え方を変えさせるために。でもちろんそれはたった一人の預言者の考え方を変えさせるためではないんです。私たちも同じように考えてしまう、あるいは間違った愛国心であるとか間違った思想であるとか誤った考え方を持ってしまって、そのことのゆえに神に反抗したり怒ったりすることがあるということですね。で、神様はそれを作り変えようとされるわけです。そのためには大変な荒治療もありますよということです。で、キーワードと言いました、お前は怒るがそれは正しいことか。人間はですね、自分の怒りは正しいと思いやすいんです。こんだけ怒ってるんだから正しいことだ、義憤なんて言葉ありますけども、でも神様は問われるんですね。あなたは怒ってるけどもそれは正しいのか。当然のように怒っているけれども本当にそれはちゃんとした根拠があるのか、神の思いにかなっているのかって聞かれるんですね。私たちも腹立った時にはちょっと考えなきゃいけません。この野郎とか畜生とか思った時にですね、私が怒っているのはその怒りは本当に正しいことなんだろうか、神様の思いにかなっているんだろうか、喧嘩しそうになった時に神様の怒り、神様が思ってらっしゃることと私の考え方は沿っているんだろうか思わなきゃいけない。そしてこのヨナ書の一番面白いところはどこかというとですね、途中でもちょっと言いましたけども、ニネベの人の12万人はヨナの一言でみんな悔い改めるんですけども、ヨナ一人悔い改めさせるために神様はどれだけ大変なことをしているかということですよ。おかしくないですかこの話。ニネベの12万人はヨナの一言で悔い改めるんですよ。ヨナ一人悔い改めさせるために嵐だ魚だ唐ごまだですよ。神様も何度も何度もヨナに話をしてね。でもそれぐらい人間の頭の中を考えるの変えるの難しいということなんだと思うんです。でも神様はそれをなさろうとしていらっしゃる。私たちの頭の中にも神様の思いと違う、
神様の思いとはもしかしたら、まあ正反対とは言いかないまでも、神様の思いよりも小さな、あるいは神様の思いとは離れている考え方や思想や信条やそういうものがあると思うんですね。でもそういうものが神様の御心を実行する、神の栄光を表す神の器として邪魔になるんですよ。邪魔してる。だから神様はそれを何としても作り変えようとなさる。だから私たちは神様からいろんな働きかけを受ける。それはまあヨナほどの激しいのはないかもしれませんけれども、でもあの遠駒の奇跡のように優しく神様は語りかけられるかもしれないし、あるいは厳しく語りかけられるかもしれない。でそんな中で果たして私が持ったこの感情、私が思っていること、信じていること、正しいと思っていることは神の思いにかなっているだろうかということを、そこで考え直さなきゃいけないということです。そこで考え直さないとですね、いつまでもそういうことが続きますよ。神様は手を変え品を変えですね、私たちを作り変えて神の御心を実行させたいと思ってらっしゃるわけですから。お祈りしましょう。天のお父様、ヨナ書の不思議な私たちの想像を超えた大きな出来事を読みました。しかしそこで取り扱われているのはたった一人の人です。神様、あなたは12万人のニネベの人のこともそうであるように、たった一人のヨナを作り変えるために全力を注がれます。私たちにも同じように関わっていてくださる。私たちがあなたの思いと一つになるまで、あなたの御業は終わりません。いや、私たちが生きている間、あなたは御霊を通して私たちに働きかけ続け、キリストと同じ姿になるまで作り変え続けてくださいますから感謝をいたします。どうぞ私たちの中にあるあなたの思いとは異なるたくさんのものを取り除き作り変えてください。そしてあなたの栄光のために用いてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。